九州の太平洋側に面し、日本有数の日照時間を誇る宮崎県。その南東に位置しているのが宮崎市です。一年を通じて温暖な気候、降水量も多く、豊かな自然環境に恵まれています。ここは金柑の名産地として知られ、国内出荷量の実に約7割を占めています。その中でも特に質が高いと評判の金柑を提供しているのが宮崎食と農海外輸出促進協議会です。オレンジ色の果実がさらに濃く色づき、果樹園全体を染め上げると熟成の合図。柑橘の華やかな香りが漂う中、太陽の恵みをたっぷりと授かった金柑が収穫されていきます。温室栽培で開花から20010日以上樹上で完熟させることで、糖度が高く大粒に育った完熟金柑たまたま、皮ごと生で食べられるほどの甘さです。またサラダ、スイーツ、カクテルなどでも楽しめます。完熟金柑たまたまのですね、この皮の部分が一番糖があってですね、美味しい。中の行くにつれて種のところにですね、ちょっと酸味があります。それを一緒に食べた時にですね、一番美味しい調和になるんじゃないかなと思っております。この完熟金柑たまたまですね、美味しいので海外の方にもですね、多くの人に食べてもらいたいと考えております。宮崎食と農海外輸出促進協議会の金柑は今年も最高の実りです。だから日本の金柑は美味しい。